果採取って言って自分で種取りして、それを今回植えてます、うん、なんでこの子らは源ちゃんファームで育った2年目の、うん、2年目あの野菜、あのトウモロコシです。実がしっかりして食べ応えあって、うんうん、噛んだら噛むだけこう味が出てくるっていうようなトウモロコシで、うん、まあ、焼きトウモロコシとか、うん、まあ、調理にしたらすごい、うん、栄養あるやろうなっていう感じだし、食べたらもう3分ぐらいしてここにじゃがいも食べたみたいな感じで澱粉がついて、うん、もうほんまに穀物っていう感じで、すごい奥深いトウモロコシで、去年食べてめちゃくちゃ美味しいなと思ったんで、まあ、うん、もうズボズボ抜いていくんですけど、うん、はいはい、もうちょっとなんかこの辺ちょっと注意しながら、うん、ここに切れませんようにって願いながらスポット、願いながら、はい、でも覚えてスポット。こちらがシンクロナスで、シンクロナス、こんな形になる、はあ、結構よくスーパーで並んでるような、うん、あのナスビの形のナスができます、うんうん、この子はシンクロナス、うんうん、それであちらこれが、はい、こっちが長崎長ナスって言うんですけど、これも、はい、あの在来種の、うん、あの元からあるナスの一つの種類で、うん、まあビヨーンとこんなぐらい長い、はあ、で夏に焼きナスとかしたらめちゃくちゃ美味しい、もうジューシーな、うん、ほわっとしててとろけるような、うん、そして甘いっていうようなナスビができてくれます、うん、そしてもう一個水ナス、これは水ナス、はい、まあ先週の水ナスっていうことで、うん、あるんですけど、まあこれは今年初挑戦っていうような形で、まあ先週やのに白州って書いちゃうで、これね品種が白州水ナスってなったら、多分先週ってあの地場の名前なんで、名前がちょっと白州とかなってるんですけど、同じ系統で、うん、まあこういうような形になった、普段売られているような水ナスと同じ種類です、うん、株を太らしてあげてる時期に入ってきてるんで、へー、春先にどんどん芽出てくるんですけど、うん、冬には枯れて全部 うん、こんな感じで刈ってしまって、うん、春にビョーンって生えてきて、それを収穫してあげて、まあ、4月ぐらい末ぐらいまで収穫して、うん、その後はこの太い枝をどんどんの、うん、の伸ばしてあげると株がどんどんでかくなるんで、うん、また来年の春とか、うん、まあ、今年の秋ぐらいにはまたちょっと収穫させてもらえるかなって感じで、うんうん、まあ、場所によってはもう3年ぐらいで、うん、もうバーって出てくるものを全部取ってしまって、うん、収穫してしまうんで、まあ、株が3年ぐらいで弱ってしまったりするらしいんですけど、うんうんうん、まあ、自分らとかまあ長く付き合っていきたいんで、うん、長くやったら10年とか、長い農家さんやったら40年取ってるっていう人もいてたんで、うんうんうん、まあ自分らもまあ40年までいかんでも20年ぐらいはこのいっぱい乱獲せんと、乱獲せんかったらいけると、うん、こうやって株をちゃんと張らしてあげて、まあ、欲しい時にもらうみたいな感じにしたいなと思って、愛知ファースト、そう、うん、これはなんか原種よね、原種、それも原種、固定種か、固定種なの、固定種か、いじられてないやつかな、へえ、なんかこの前トマト農家さんに聞いたら、うん、関西で10農家しか作ってないトマトの品種なんやって、ええ、見にくいんやって多分、あ、そうなんや、そう、実のなる数が少ないんやって、へえ、そうそうそう、関西で10農家ってすごいでとか言うた、だけどやっぱり農家さんやったらいっぱい取れる方がいいやん、うん、ああ、だけどそういうの、うん、あんまり取れやねん、そうそう、あんまり取れない、うん、私はあんまり分からんけん適当やけど、うん、でもなんか愛はいっぱいかけてそう、愛と声は、へえ、おはようとかは絶対言うし、うん、なんか一緒に歌歌ったり、あとは何やろね、なんか元気に育ってねとか、うん、美味しいの食べたいなとか、お客さん待っとうよとかその水、ミミズ目当てにこうモグラが来る、だから自動的にこうまっすぐ走られる、お、そっちの一番下の方を走る動物で、うん、去年は畝を立てんかったせいで、うん、こんな根っこ切られて、うん、ようじゃねえ、うん、もっと楽なトマト植えた方が楽やとか思えへんの、そうですね、なんかその F1 種とか、うん、第一交配種っていうのがあるんやけど、それ簡単ではないけど、うん、まあ、楽に多分いっぱい育つし、しかもすごい甘いで美味しいみたいな、うんうんうん、そんなんあるんですけど、源ちゃんファームではそれは鮮度高ってなって、うん、1回目種まいて育てる分にはすごくいっぱい美味しいのが取れる、うん、簡単にいっぱい取れますよ、うんうん、だけどそこから種を取って次の時にまいたら、うん、1回目はうまくいくけど2回目の時、うん、来年の時は、うん、発芽しなかったり、うん、あとは、うまく育たない、うん、変な危険な、危険な野菜が育ったり、う
して、結局種が子孫が残せんような種になってある。それはそういうふうに操作されてるからな。そう。そんないじくられてない種を選んで植えようってなって、だから源ちゃんファームでは、固定種っていうやつと、自家採取のものと、在来種っていう種を選んで撒いてます。だから、このトマトはちょっと作りにくいで、数は少ないかもしれんけど、そういう種なので、じゃあチャレンジで。へそうそう。で奥の方とかはミニトマトとか植えてあるよね。ミニトマトもあるんや。そうミニトマトもある。ミニトマトはねなんかあれやね、去年のこぼれ種とか取った種を植えてあるけん、強いかもしれない。この辺枯れてます。こう取って、うん、これを分解したら、うん、種が出てくるよね。ほらあそれが種、うん、細かい細かい作業やな。細かい、ね、そう。雨とかは比較的取りやすいけど。紀州芋って言って、この辺の地の芋で。あ、そんなあるの？紀州の。これもしっとりして、めちゃくちゃ美味しい。だけど、テントウムシがアブラムシを食べてくれるね。うん、で自分でキャッチして、うん、アブラムシおるぞみたいな感じで、みんなで大群で来てくれて、うん、ここで卵じゃない、孵化したらここに餌いっぱいあるけど、みたいな感じで、うん、みんな来てくれて。あれは赤い。こちらの野菜を並べとったら、あら土の香りがするって。これイチジク。これイチジクや。イチジク。これもそうじゃん。この上のちっちゃい実。これ？これか。これ違う。これイチジク？黄金柑とかいう。黄金柑。レモンパイ柑の甘いし。甘いし。どう？これはね、やっぱり暑さが大事っぽいですね。暑さとお水。暑いないとあかんの？やっぱりあの原産地がアフリカの植物なんで、やっぱりあったかいくしてあげた方がよく育ちますね。オクラってアフリカ原産やんし、めっちゃ取れる時、一回だけ今までめっちゃ取れた年あって、めっちゃ取れましたよ、その時は。これが豊作かって思う。豊作っぽない？違うもん、いっぱいできてない、うん、まだ分からんね、うん、まだでもあの気抜いたら僕らあの調子に乗ったら落とされるっていうジンクスあるんで。調子に乗ったら台風が来るの？何みたいな感じやしね。へ謙虚に行かな、あんまり調子乗ってない。へたまには乗りたいんです。うん、乗ってもらわな。台風ね、うん、2つ来た時にね、うん、2つ連続で来る時あるわな。そうそう、連続で来た時にね、1回目の時にね、ぺしゃんこにさせられてね、うわキノコのハウスめちゃくちゃなってね、うわその後、うん、大雪でね、ぺちゃんこになってね、うん、大雪でぺちゃんこに、上にあのほら黒いシート引いてある、うん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 、あれに雪が積もって、その雪の重みで、あ積もるら誰も思えなな。こっちから向こうは、うん、こっちから向こうがバターナッツかぼちゃって、バターナッツかぼちゃ、はい、でこっちが東京南京って言って、東京南京、はい、あのこうホコホコに出来上がるあの日本のかぼちゃです。へえ。ちっちゃくあってもそのやらなあかん作業一緒で、うん、四隅に土が溜まるんですよ、昔のトラクターって、うん、だから中央に土持っていかなあかんないけど、うん、でっかいのやったら1回2回3回4回でまあ中央にで持っていったんやけど、うん、僕ちっちゃい畑ばっかりなんで、うん、ここだけで4枚5枚やるから、うん、同じ広さを作んでも1回中央に土を寄せる作業せなあかんので、へえ。作業の効率めっちゃ悪い畑ばっかり僕は今咲いてるんです。うん、うん、ほんで黄色なんよ、うん、ほんでそうめんみたいに繊維質になってあって、うん、お湯に入れたらそうめんみたいに出てくるよね、うん、そうそうそう、へえ。スマホの中にして食べるそうめんかぼちゃ、うん、美味しい、面白いね。赤栗南京はオレンジ色の、なんかかぼちゃって、うん、誰でもできるっていう野菜なんやけど、うんうんうん、毎年失敗してるんですよ。で今年はすごい気合いを入れて、うん、この藁とかいただいてきたりとか、うん、引いてあげて、ほんで雑草もちょっと生えてきたらすぐこう刈って、そう、ほんでお水とかもいつもやったら植えっぱなしで、うん、育てとかそんなんで終わりないけど、うん、今年はもうちゃんと水やりもやったり、まあ、この辺多分あれやと思う、うん、赤栗大きさが違うと思うですね。元ちゃん大体赤色が好きなんですよ。で赤い野菜は植えたい。これが茶色いごぼう。そうそう、でもこれはあの、うん、長いやつじゃなくて、うん、葉ごぼうやけ葉っぱまで食べるやつなんやんか。葉ごぼう短くて柔らかくて細くてみたいなやつ、うん、これは、うん、で、オバナ、オバナで朝花が咲いてあるんやけど、うん、こう
めくってあげると、うん、花粉がこうもっとどっさりついてて、それを、うん、あの雌花、うん、これ実がついてあるね、うんうんうん、の雌花の花が咲いた時間に、うんうん、まあ、開いてあるからこう、うんうんうん、でここに花粉をこうやってつけてあげるよね、うん、毎朝すんのか。そう、毎朝こうやって毎朝そこまで手間かけちゃうの。そう、でも、うん、蜂が飛び出したらもう蜂にお任せ、うん、蜂が飛ぶまではこういう作業を毎日やる。なるほどです。ほんま大変やな。だから子育て、子育て、これビニールのことマルチっていうんだけど、うん、マルチがあるかないかで、うん、こっちは保湿されるから水がいつもある。うん、から薄なる。そう、こっちはないから、うん、昨日おととい雨降ったから、うん、ちょっと今濡れてあるけど、うん、もう最近ずっとカラカラやったから、うん、もう必死、ほな色が濃いみたいな、うん、メラニン色素みたいな。そうね。なこれを食べんの？どんなやって食べんの？サラダ、湯がいたり揚げたり、うん、アーティーチョーク、うん、あとはなんか、なんちゅうのかな、なんかほんま額の中の身を食べるみたいな感じで、中心部のちょっとの部分だけを、うん、なんかクリームにしてこうなチップスをつけて食べたりとか。野菜ばかりでね、お花がないけんね、うん、花壇作ったんですよ。あ、それちっちゃい花壇。そう。めっちゃ可愛いやんこの花壇。これ近所のおばちゃんがね、うん、ないのでね、花の苗くれたん。もう野草みたいなないのやけど、へー、多分ずっと咲くやつね。そんなたらい今ないで。休憩場もあるやんか。そう、うん、休憩場も作って。どこどこ、あれ、もうこういう農業の新しいやり方ね、はい、やってすぐ軌道に乗った。いや、もう最初はもう自分らが食べたいとか、食べて美味しかった野菜を育てようって言って、うん、今もそんなあまり変わってなくて、食べて美味しい方、これ絶対育てたいなってなったら次の年にやってみるみたいな感じで。へー、うん、あとはもうほんまにどっか食べに行った時に出てきたサラダに乗ってた何か、これ、うん、この野菜食べてみたいなとか育ててみたいなとか、大体そんな感じで。へー、うん、でもね、まあすごく効率の悪い話やん。効率悪いです。ちょっとずつ、はい、うん、そこらの課題はどう思う？リージョン追求と効率の悪さと、うん、それはまあやっぱり長年農家やってる方からしたら、うん、結構お前らみたいな農業で食べていけるかみたいな感じで、うんうん、まあ、当初はねめちゃくちゃ言われたんですけど、それでも結構割と地道やけど、うん、あの草取りして、うん、ほんでちょっとずつ出荷させてもらってみたいな感じで、うん、まあ、やってるうちに、うん、まあ、近所の人もまあ案外お前らやってんのやなとか、うんうんうん、別に多分こう普通の 農業みたいにドッと収穫してドッと出してっていうような感じで、うん、効率 は全然良くないし、うんうん、それでそこから入ってくるなんかその収入的なやつも多分あんまり良くないんですけど、うん、まあ自分らの生き方に沿ったような形で、うん、なんか、そんなにリッチじゃなくても、うん、なんか自分らの気持ちがこう豊かっていうか、リッチやったらまあそれに越したことないんちゃうかなっていうんで、ちょっと書き陰に入れて、この一箱で送る。うん、大体そんな感じで。80サイズ。ほで、源ちゃんと知り合うてしもたんで、和歌山へ来てしもたん。え、ピースボートってどれぐらいの期間乗ったん？3ヶ月間。3ヶ月間？どこの国へ行ったん？私、南回ってね。うん。なんかアフリカとかベトナム、うんうん、ブラジルとかね。うん。スタートとかも。イースタート定番で、うん、日本一周を約9ヶ月ちょいかけてやって、うん、かけて37回って、うんうん、仕事なかったから、うん、一生できる仕事を探してて、うん、